さあ、およそ2週間前に、この脂肪を全処置として減らしました、ね。前回の復習になりますけど、こういうお顔にある線、ね、筋、ね、これを皆さんは美容外科で、ここにお注射をしてなくせると思っている場合が多いと思います。でもこれは実はこういうあの線というのはですね、見かけ上の線じゃなくて、ここで、顔の皮膚とお肉と骨が接着しているあの筋みたいなものなんですね。だからこそ、年を取ってもう顔が下がってこないんですね。で、なぜこれが年を取って目立ってくるか。若い時は筋肉の張りがありますから、これがお尻みたいに上がってたわけです。で、こうするとね、ほらもう筋は目立たなくなるんですね。筋をなくそうとするんじゃなくて、本来あるものをこう持ち上げることによって目立たなくできるわけですよね。こういう形ですね。で、こういう筋が目立つ人と目立たない人、なぜいるか、例えば女優さんが50歳60歳超えても筋が目立たない方って実際いらっしゃるんですね。じゃあそういう方って筋がないわけじゃないの、なんで目立たないのか。僕が気がついたのは、日本人ね、特にまあこれ日本人、アジア人ですね、彫りが浅い、ね、骨格の問題だっていうの。で、骨格っていうと鼻とか顎、ちょうど患者さんもこうちょっと顎がこうとんがればね、これも今日一緒に直しますけど、でもね、実は顎よりももっとこの方で骨が低いところがあるんですね。それがね、ここなんです。ミッドチークという。50、60になってもね、顔の肉が下がってこない人、よく見てみてください。ここの土台が高いんですね。土台が高い。で、ここに原因があります。で、骨を高くする。で、ちょっとレディエッセお願いします。それが、ここにあるカルシウム製剤です。ね、このレディエッセっていうのは筋に打ったり、目に打つもんじゃないんですね。ミッドチーク、ここのお骨の上に粘土を足すように、土台を直すことによって、ね、顔のバランスを良くするという、そのために使うカルシウム製剤、これがレディエッセです。で、皆さんこういう線をすごく気にされます。一番はよくほうれい線、ね、もう美容アンチエイジングったらほうれい線が消えたなんてね、ほうれい線がなくなったら綺麗になると思ってる方いっぱいいらっしゃいますけど、実はね、ほうれい線はあった方がいいです。っていうのはね、ちょっと笑ってみてください、うん、微笑んでグーッと。ほうれい線、笑った顔の時の方が印象もいいけど、ほうれい線も深くなるんですね。もうちょっと笑ってみてください。そう、あのほうれい線が深いのがいけなければ、毎日皆さん笑わないようにしないといけないですよ。ほうれい線関係ないです。で、これはね、体に例えるとすごい分かりやすいです。ほうれい線っていうのはね、実はウエストのくびれだと思って、これがウエストのくびれで、お口がヒップで、横腹ここね、顎が足、ちょっと患者さん足、この顎がもう少し前に出るだけでまた全然違いますけどね。で、ほうれい線とか注射してしまったら、ウエストのくびれがなくなるわけですよ。ドラム缶みたいになって、お尻と横腹の区別がなくなっちゃうわけですよね。だからこれはね、温存しておく、残しておく、ね。じゃあ何を治すか。この方バストなんです。これバストです。バストを作ってあげる、ね、肩幅あってもバストがないボディ、足がちょっと短いボディです。だからこの方の場合、ここをまず持ち上げてバストを作る、プラスこの足を長くしてあげる。どうですか、これ見て、ね、皆さんどうしてもね、例えば再生医療、ね、糸を入れて顔リフトアップって方法に入りがちです。でも美容外科っていうのはね、負担が少ない中でパッとその人の印象が、それが目の錯覚であってもいいんですけど、実際に見た感じが良くなることがすごく重要なんですね。皮膚は触らなくていいんです。土台の問題が、で、我々医師っていうのはその土台、まあ、骨格です。骨を治すことができるんですね。で、それをやってるレディエッセで、今日いよいよメインディッシュ、このレディエッセでお顔のバランスを、これから直します。もう時間もおよそ、まあ、5分弱で終わってしまいます、それを今日、これから、実際の風景を、ご覧いただきます。
これからこのレディエッセでお顔のバランスを直します。で、患者さんやはり注射も一番心配するのは痛みなんですね。あと内出血です。で、そのためには実は麻酔が非常に重要で、でプラスうちはこの笑気ガスといってね、これを吸うことによって、まあ、リラックスして半分お酒によっては、まあ、ぼーっとするような感じになる笑気ガスですね。でこれをブロック麻酔、それをうちは使います。でお顔の感覚っていうのは三叉神経、ね、3本の枝、一つはこの眉毛の上、もう一つはこのミッドチーク、もう一つはこのね、音がいこの部分から、3箇所出る。で今回ブロックするのはこの、2箇所ですね、頬の部分と音がいの部分、ここにこれからブロック麻酔というものをね、します。そのままお口閉じて鼻で吐いて吸ってってしてください。そうですね、吐いて吸ってじっくりチュー、吐いて吸って、ね、これ今麻酔でそのまましてってください。反対も参ります。はい、これからレディエッセ打ちますね。だいたいね1本 1.5cc なんですけど、まあ、左右で1本ずつ顎を含めて、まあ、3本やる方もおられますし、2本をこう3箇所に分けるっていうぐらいでね、やる方が多いです。じゃあこちら側からねちょっといきますからね、楽にしててくださいね。まずねこうレディエッセっていうのはお骨を治すものなので、深いところね、皮膚の浅いところに打つんじゃないんですね。こういう感じね、ちょっとね、要するにその人の骨格を形成するっていう形ですね。土台を直すっていうことですね。そういう打ち方です。今、右側のチーク今持ち上げましたね。こっちはほら下がってしまう、ね、見たら分かるようにここほら折ってこないです。顔がリフトアップして、で正面から見た時にこっちとこっち比べたら顔が上がって見えますよね。そうするとフェイスラインまで上がって見えるね。今そういう状態になってますからね。でもうこれで今度反対側打ちますね。これでね今両方のチーク打ちましたね。これこう下がってこないです。ほらもうチークが上がったような、ね、若い時のバランスに戻すということですよね。ね、これ骨格の問題。最後にこれから顎を打ちます。さあ両チーク、だいたいねおよそ、1.0cc、 1cc ずつぐらいでねこの方大丈夫でした。で最後にね、顎をここでまた打ちます、ね。先ほども痛み止めしてますからね、やりますね。これもね浅いとこじゃなくてお骨を治す、ね、要するにその人の土台を治すっていう感じですね。ね、この方ね顎は結構重要ですからね。さあ、患者様ね、終わった後、まあ、大体10分ぐらい前に終わって今簡単にねメイクしていただきました。まあパッと見てどうですかね。チークがクッと上がってね、顎もシュッとでね、ちょっと斜めから見た時にこう見た時にね、E ラインね、お口元もすごく上品な感じになってね、顎が出ることによって、今まで目立っていたこの頬のたるみもね、これは何も触ってないんですけど上がって見えるってね、これはまあ一種のトリックですよね、目の錯覚でも。それを利用してバランスを直すことによってね、小顔に見せたり、あと、まあ、ここをリフトアップするね、これを今回ね、レディエッセという、お注射で、本来の、その人の骨格バランスを、直してあげて、バランスを整えると、そういうお注射です、ね。さあ、患者様ね、しっかり治療が全部終わりました。まあ、実際お受けになってどうでしたか今回の治療は。まず痛みとかどうでした。全然なかったです ね、まあ、麻酔して今もちょっとね顔しびれてると思うんですけどね、まあ、消気ガス
ね、それからあの、局所麻酔ブロック麻酔ですね、すごく細い針で使ってうまく使うとね、このような形で、やった直後でもね、まあ、今日は注射でしたから、ね、手術の後も、内出血とかどうでしたか。いや特にはなくて、うん、2,3 日少し腫れぼったい感じにはなったかなと思うんですけど、うん、そうですね、でも別に、うん、あの仕事とかに行って誰かに何かを言われるっていうのもなかったので、そうですね、はい、いわゆるダウンタイムっていうのも、まあ、最小限に抑えた中でね、負担の少ない医療、ね、それを実際行っています、ね、でまあ、実際お受けになって、今のお顔をね、ご覧になって、自分自身ねどんな印象をさっきメイクしたと思うんですけど、はい、うん、どうですか。なんか前はほうれい線に向けて注射を打って、うん、ちょっとなんかシワは確かになくなったけど、うん、のっぺりしちゃった感じかなっていうのもあったんですけど、うんうん、今回本当にこうメリハリがそうですね、うん、できたって思います、うん、まあ基本的にアンチエイジングっていうのは、局所を見るよりもね、例えば10年前15年前自分がどんな顔だったか、ね、思い出して、まあ、もしそれをその10年の間に何が変わったかっていうことを知ってもらって、それを逆戻しすると絶対不自然にならないんですね。でレディセっていうのはそういうことです、下がったチークの、お骨を、まあお肉を持ち上げる形ですね。それとプラスそれで若返るだけじゃなくて、この方の場合生まれつき顎の骨がちょっとこうちっちゃかったんですね、それを出してあげる。でそうすることによってただ若返るだけじゃなくて、美しくなる、ね、この2段階で、まあ、やりました、まあ、そういう考え方の中で、負担が少ない医療の中でね、自然な形でその人をきれいにするっていう、ね、これも、毎日この医療を行ってます。またこれをご覧になった皆さんもね、痛みとか、ね、傷内出血不安な部分美容外科あるとは思いますけども、私はだいたい1人患者様まあ、1時間半から2時間、カウンセリングした上でね、患者様が最終的には行わないも決めていただければいいですからね、ただ悩んでるだけじゃなくてね、一個踏み出して、ぜひね、お役に立てると思いますから、またよろしくお願いします。じゃあ今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。